いい子だ、ノブ。少々手荒だが使えそうだ。
お気をつけくだされ。恐れを知らぬ毛量が静かに潜んでいます。奴らが恐れるのはこの世でクロードだけでした。もしお前がなんて名前だっけ。誰のこと。猛虎の長のハーンだ。でお前がハーンで志村様の城を奪ったとしたらまず何をするの。さあな。それに酒。地頭様は酒飲みだからな。止まれ浪人。何用で参った。浪人ではない、酒井仁と申す。侍ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあこちらへ参りましょう。まず午前にご挨拶。やつらのことをずっと探してんだが。酒井様こちらへ。お前はあいつらの占領にこだわる。白い着物は綺麗で。このお方が産木御前です。産木谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。ふん、なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。あら、何を拾って言うんだ。琵琶法師が聞かせてくれた鎧の話知ってるよな。あの百姓の話か。そう、それそれ。クロード様、頭の裏にある話。酒売りの話だって聞いたよ。そうじゃないだろう。酒売りがクロード様を荷車に隠して女の中に入れたんだよ。さすが。金を求められるんだ。クロードなんて作り話だ。本当にいる。猛
国の陣を抜けられるような人がどうして対馬から離れないんだよ。行善様のお話聞いたことあるか。あの盲目の奉仕か。いつも新しいお話を聞かせてくださる。最後に聞いた話は夢にまで出てきた。金、材木、布を扱います。では、またいつでもいらっしゃってください。なんて名前だっけ。猛虎の長女マス。お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんたは酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろう。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せとことづかった。志村様が何をしろって。本土まで下踏みを届けろ。そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことだ。駒田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ。そう思うのなら覚悟を決めて戦いに手を貸せ。だけど戦える侍がいないだろう。加勢は得られる。お主が下踏みを届ければな。その話はやめて。俺んちはここだ。入りな。もうこの囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。五郎、開けろ。今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。俺が出てやろう。お主は行け。おお、そりゃ助かる。浪人が何用だ。あ、これはこれは。なぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。誰か娘を知っていたら教えてくれ。誰か娘を見てないかい。クメ、どこだい。お侍様、お助けください。どうした。娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか。そんな子なものですか。探してください。母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さわかるでしょう。最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。クメを見た者がおるはずだ。
その鎧はついにそれを着て戦う時が来たか。かたじけないことです。ウムギ谷で五郎を見つけました。酔っておったか。冷ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよ。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合った経緯は。御禁制の唐の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。あやつは御禁制に背いた。なぜご放免なさったのですか。力はな、加減して用いねばならぬ。弱すぎれば侮られるが、強すぎても好機を逸してしまう。もうこの囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。血を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。物見の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねばな。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取りで我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の取りで侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ。良いな酒井。猛虎は手ごわい敵だが、不意さえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分。残りは切るのみだ。猛虎の兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。Hey!
逃すな。橋を渡るぞ。参りましょう、叔父上。王の者から狙え。見上げた上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。救援、隠れて。抜ければな。よし、境続け。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。ガーション決めたようですな。なんだけにしろ。
見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの火槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。もうこの船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。そのまま距離を取らせる。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。
まこと立派になったもの。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍がつくまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。まずは戦支度だ。お互いにな。終わったら我が久原の陣所に来るがよい。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。いい子だ、ノブ。